こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、iPad で譜面を書こうということで、MyProcreate っていうね、えー、こういうソフトをお知らせしたんですけど、これもめちゃくちゃね、やっぱ便利で、えー、とレイヤーをたくさん作れるんで、えー、こういうのすごく便利ですね。曲をこう書いていくのに、ねこう、レイヤーをたくさんどんどん作っていけるんで、えー、と新しいレイヤーで作ったやつをね、 えこうでこういういろいろ書いた後もあのも、ー、こういうので、えー、とシュッて消せちゃうのでこうなんかこう説明の時に書いたものも後でその、えー、プリントアウトもできるし、あのー、スッと底の部分だけ消しちゃうことができるんで非常に便利なんですけど今回ですねやっぱ PDF でさささと大量にこう譜面を手軽に書くにはこのこちらのですね グッドノートですね。これも使ってる方すごく多いと思うんですが、まあ、あの、こういう PDF を扱う、えー、まあ、ソフトの中では、まあ、ずっとナンバーワンになってるので、サポートもすごくちゃんとしてるし、ものすごく機能が多くて、こっちの方が最近僕よく使ってて、で、まあ、この Windows みたいにこうフォルダー分けが、もう、まあ、Mac もそうですけど、こうフォルダー分けができるんですね。で、フォルダーをまず、まじゃ作ってみて、で、フォルダーの中にさらにフォルダーが、例えば、 ま自分の名前入れて、ここにフォルダーできましたね。で、この中にもサラフフォルダーを作っていけて、大体こういうアプリって、まあ1階層しかないんですけど、いくらでも階層を作れるんですね。で、ここの中に今ノートを作るとなると、こういうノートを作ると、で、最初にこう楽譜をも最初から選べるんですね。でこのフレームもいろいろこう、表紙とかも選べるんですけど、ね、表紙は無しなしでもいいんですけど、こうやって作るじゃないですか。そうすると、こういう譜面ができます。で、もう1ページ増やしたい場合は、ここ、ここね。 このページをええー、と。これでテンプレートから現在のテンプレートを増やすと2ページ目がこう。パッパッとできちゃう。これがすごくいいとこですね。で、ここにテンプレートの？なんかこう？ PDF をどんどんこう足して読み込んでいって、PDF のいらないページをどん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 削っていけるんですよ。なので、例えば読み込むとすると、そういえばまあ、えっ、ー、と、僕の場合はブロップボックスとかやってますけど、iCloud だとデスクトップね、Mac のデスクトップに、まあ、よく使うのを置いてあるんで,で、これ用紙っていうのを選んでもらうと、ここにまあ5000とかも作ってあるんですが、まあ、PDF 的なもの、例えば、この、デイリースケジュールだと、この、これね、 これ PDF で落ちてたりするんでこういう PDF をうポンって入れてもらうとこう全体を見るときにここを押すとここにスケジュールがあってここ楽譜とかねでなんかこう、まあ、レッスンとか大学の生徒のレッスンのカルテ作るのにまあ説明するときは五0 0紙でさっきみたいなこ,こういう何何喋ったとかタスクとかこういうのもねこういうのも足していけるしでいらないものは、えー、とここを押してもらってで、えー、と選択して こ,こだけページを削るっていうのができるんできんすよ例えば、えー、読み込むで PDF で例えば数ページのものこう2ページのものを読み込んだとしてそうするとほらここにね僕の書いたここコピーフがあるんですけどこれの2つ目はもういらないなと思ったらこっちだけ削除して全、まあ、編だけ使うっていうのを簡単にできるんで。 これはもちろんそのまま PDF で、えっ、ー、と、後で読み出したりとかできるんですね。えっ、ー、と、このページだけを書き出すこともできるし、すべてのページを書き出すこともできてプリントもできるということですね。これがすごく便利ですね。で、あと、あのー、僕はまあこう、譜面を書くときに、こういうふうに。まあこれは前の p r o リ r イ a t e とすごく似てて、こうま書くじゃないですか。手書きでね。そうすると、まあトーン記号でもヘロン記号でもいいんですけど、 まあ、っすぐ書いた時はじっと待っててもらえば直線になるのでこういうふうな感じで演奏を書きやすいですよね。でこういうふうにまあちょっとととととまあ、そもそも旗がドラムの場合はね旗がこう上に行くのでこういうの書いたとして、まあ、これをちょっと移動するのが中もささっと簡単にできてしまうしこれをコピーするのもこう長押しするとここの部分がコピーされるので,でここにペーストすることができます。 まあ大きさ変えたりとか回転させたりとかも自由にできますこれめちゃくちゃ便利ですねいらないよね消しゴムはもちろんあってこれ大きさ消しゴムの大きさ選べますねで消しゴムは長押ししてもらうと、まあ、ページ自体全部即消去もできるしストロークってことは一一一ここまで書いた部分を消すってことねだからこうやって書いてあったら普通消しゴムってこうちょっと消すんだけどもその一つのストロークを全部消しちゃうっていう設定ですね僕はあんま好きじゃないのこれ多い で蛍光ペンの未消去ってことはこれ今これ蛍光ペンなんですよで蛍光ペンでこう説明とか書くじゃないですかそしたら蛍光ペンなだけの消去にしとくとこういう一挙にこの説明の部分だけ消せるのでまあレイヤー2つぐらいレイヤーがたくさん欲しい時は僕はプロクリエイトを使ってレイヤーがあんまりいらない時はこっちを使ってます、ね、で蛍光ペンの未消去にするとあと自動選択回路これが面白くてですねでこれを つけてないと、まあ、普通にこう消消消ししゴゴムムででですすすじゃなないですか。それはずっととのままなんですよ。ところが消しゴムって一回使ったらすぐ次ペンに戻るでしょそうするとこう中でこうペンで書いててで消しゴム消しゴムにはこれはダブルタップすると消しゴムになるのでな,なりますねでこう,こう消すじゃないですかでパッて離すとペンに戻るんですよ例えばこういうので使っててあ消しゴムにしたと消しゴムを戻したらここに戻ります ね、こういう形で、えー、消しゴムとの連携が非常に便利ですここは結構左手をよく使うんですけど例えばものを書いてて1個戻る時は2本指でダブルタップすると1個戻りますのでちょっと書いてあミスったなと思ったらすぐ戻ってでまた書くとねこういうふうに書いていけると思いますねで玉だけ消すとかねこういうのがすぐできますね で、えー、と丸とか四角とかそういう,こう図解説明するときはもうこれでやるともう全部綺麗な丸とかを全部パッと描けるので図とかを使うときにはこれが便利です。でマーカーでしょでこの辺は全然 OK ですね。これは切り取りなのでこいつだけちょっとずらしたいこいつだけちょっとずらしたいみたいなので使えます。でまあ写真をここに貼り込んだりとかも非常に簡単にできますね。で写真を貼り込むね。 文字は文字でここで打ち込んで僕はここのキーボードをたまに使ってて文字打ち込んときはさささっとキーボードで打ち込んだりしますけど普通にこれでねこういった形で文字も打ちますで文字はここで色も選べてこういうふうに選べるんですけど今これがね長押しするとデフォルトしてて保存なのでこの大きさでこの、まあ、いつもこの大きさでこの青で書くっていうふうに僕はしてるのでこれがデフォルトになりますだからよく使う大きさはここにデフォルトにしといてであとでここはやっぱりもうちょっとちっちゃい方がいいというんだったら これをちっちゃくしてもらったりとかねっていうのはできます。まあなんとなくいじっててもらえばここのここのねこうやって移動もできるしこう,こういうのもできるしなんとなくいじってもらってたらできると思います。なので、えー、と前言ってたように胃腸ができないというかコピペもできないってなってたんですけどこれこれねしょすごいのがこう今ノートがあったじゃないですか。 でクイックノートにしますねククイックノートは1枚だけの今までのつ,ついさっき使った用紙がパンと張り込まれた1枚だけのページができるんですけどこうするとさっきのページがねこうなってるでしょそうするとえっ、ー、と同時に開くこともできてこれここにこういう新規ウィンドで開くってこれあるんでこれ新規ウィンドで開くとこう2ページ同時ですだから例えばこの <laughs> こいつをね 違うペーージにコピーもでできるんですよ同じ同じにしなきゃいけないからこれかこれでページにするとさっきのこれがね出てくるでしょほらなんかこんな形でこうページ間でこう何て言うんですかねこのコピペができたりとかするのがすごい、まあ、優れものだなとは思ってますでこういう感覚でであとこう,こういうので僕最近解説する時はこれね これね2つあるんですよ点かこれ選べるんですよ点だとあのパワーポインターみたいなこう,こういうふうですね。パワーポイントの,あのレーザーポインターみたいな感じ。でこれを線にするとしばらくこうでシュッて消えるんですよ。だから解説するときってここねって言ってすぐ消えてくれると一時消さなくていいじゃないですか。なのでこれあのなんかえっ、ー、と普通にプレゼンテーションのときにも使えます。でこれまあ、ちょっと書類を削除しちゃいますね。戻ります。 こんな感じでやってもらうと。あとね譜面書いてある時に特にこれまあもともと文字で書くやつで便利なんですけどこうこいつを選んでもらうとこれね今ここを書くっていうのは拡大して書けるんですよ。なので例えばこういうちょっと今こうやって A と B とこう書いていくじゃないですか。ねこうやって書いていくでしょ。でしばらくするとこうやって書いていくとこここれなんか出てくるでしょ。これはね、 このまま続きかけるんですよそうすると一時スクロールしなくてもどん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 書いていけるしこれだとここの段から次の段大体次の段のところにこうどんどん行ってくれるんですね。でまたちょっとこっち進んだり戻ったりもできるしこれ自体をこうえー、っとこういう風に場所を変えてもらってこういう風にしたりとか。 なので僕結構譜面書くときはこれこの機能めっちゃ使えますね。でいらなくなったらここダブルここで解除すればいいですね。これだけで相当譜面は書きやすいと思いますけどね。でこれ自体を、えー、と例えばあと人にあげるんだったらこのページを書き出すにして PDF かイメージかグッドノート えー、ファイルにして書き出してでどっかに送るっていうのがメールで送ったりとかエアドロップで送ったりすることができるんでこれ今んとこ僕の譜面ソフトの中では最強だと思ってますでもういろんなことができるんでこれもともと譜面のあるところにこうもの,ものをいろいろ書き込んだりね赤で書き込んだりこう説明でいろいろ書き込んであげたりとかそういうこともできるし文字もできるしで写真貼り込んだりすることもできるし。 元々あった pdf にどんどん書き込んでいって、えー、どんどんこうカスタマイズしてで後でその注釈だけ消すこともできるしみたいなことができるということですねノートの名前を変えるときはここでこういう風に書いてもらえばいいのかなと思いますでももちろんこのページにしおりをつけたりね、そうすると後でこう ページのしおりのついてるページが見えたりとかね。だから PDF の本読んだりするのもすごくいいし書き込みながら読むなんかもめちゃくちゃできるしみたいな感じですね。だから左手と右手を結構僕は駆使しながらこう広げたりしながらこうやってパパパッて使うんですけどこれが今最強ですの、ね、でやっぱりこうアクロバットでもこれができるんですけどアクロバットの場合はこのこのねあんまりペンションを選べないのと あととちょっ重たいんですよねでこっちは980円するソフトなんでそこそこ高いんですけど軽いっていうイメージですねまず飛ぶことないし基本的にはこうどん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 書いて新しい PDF どんどん作ってってみたいな感じでグッドノートのままでやるとあとでその書いた注釈もどん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 変えていけるしみたいな感じですねなのでまあ今まのところ一番のおすすめの譜面を手で あのこのペンシルを持ってたらもう最高のソフトだと思いますので、えー、一度ご検討いただけたらと思います。えっ、ー、と細かい機能ねもっともっといっぱいあるんでその辺なんかはもうグッドノートで調べてもらうとやっぱり有名なソフトはねやっぱりいろんな人が使ってるんでいろんなマニュアルが出てるしみんながトラブル起こった時のトラブルシューティングなんかもいっぱいあるんでやっぱり有名なソフト使うっていうのはすごくいい手だと僕は思いますね。というわけで、えー、まあ もしよろしければ、僕別にこれを皆さんがダウンロードしたところで僕が何か入ってくるわけじゃないんですけど、僕が今一番使ってて便利なソフトのご紹介をしました、GoodNote っていうソフトです。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。えー、作るときのモチベーションになりますのでよろしくお願いします。 このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、えー、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、えー、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、えー、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。